お盆チャミ、今日は8月12日、日本はお盆ですね、ご先祖様と、出会う1年に、1回の日、まあそれはいいとして、今日はどこに行こうと思っているかっていうとですね、ここです。新野田変電所ですね。ここはですね、世界一の変電所なんですよ。何が世界一かっていうのがちょっと僕にもまだよく分かっていません。おそらく、まあ、その変電所としての規模が世界一だと思うんですけれども、そんなですね、ものすごい変電所がなんと自宅のすぐ近くにあったんですね。私の家はこの手賀沼の、ほとりに住んでいる、沼んちゅですので、そこから本当にこんだけね、まあちょっとね、道が混んでるんで30分とかじゃいけないと思うんだけど、距離で言うと本当に10キロもうちょっとあるかな、ぐらいの距離なので、割と気軽に行けます。ちょっとね、まだまだ暑くて、厳しい陽気が続いてるんですけど、この新野田変電所に向かってみたいと思います。今時間は2時半ぐらいなんですけど、まあ一番暑い時間帯かな。神経葉線が見えてますね。まあ、そもそもこの神経葉線っていうのが、これから向かう、世界一の変電所、新野田変電所が終点になってる、送電線なんですよ。だからほぼこいつと並走して、変電所に向かうっていう感じですね。まあ私は、住まいがですね、この神経葉線と、それから、まあ、東東京線か、東東京線のその狭間っていうのかな、その間に、住んでるので、まあ、小さい頃からこの神経葉線と東東京線にはもうその親しんでるんだね、まあ、ただ小さい頃と比べると特にこの神経葉線のバージョンアップが目立ちますね。どの鉄塔もものすごくこうハイテクになっていて、まあ証拠はないんだけど、やっぱり震災が影響してるんじゃないかな。やっぱり311の震災なんかを、まあ、契機によりこう強固な送電線を作っていこうっていう意図があったんじゃないですかね。いやー、まあしかし暑い。なんかさ、年配の人たちがさ、よく言うんだけど、昔の日本はこんな暑くなかったとかって言うじゃない？あれは本当なんですかね。なんか小さい頃の夏の記憶っていうのがあんまりないんで、なんかそう言ってるだけなのかなとか、いや実際やっぱり最近ね、ここ十数年の日本の夏は暑いのかっていうのはちょっとよくわかんないんだよね。まあ、ただもしそれが本当だとしたら、まあちょっと合点がいくなっていうのが、なんか小さい時に海とかに行くじゃないですか。で海水浴とかで泳いでると結構寒かったなっていう記憶があるんだよね。それとかなんだ、学校のプールとかでもなんか体育の授業でプール入るんだけど、全然もう暑くなくて寒くて、なんかプールから上がると唇紫になってるとか、なんかそういう経験は確かにあったなと思って。だけど最近こう海入ったりプール入ったりしても
なんか寒くて水が冷たくてどうしようもないなんていうことはあんまりないので、そう考えるとやっぱりかなり、最近の日本の夏ってのは暑いのかなって思うんだけどね。もうこれだけ暑いと本当にイライラしちゃうよね。だからどうやったらそのイライラしないで暮らしていくかっていうのが、まあこれからのなんていうのかな、ハッピーライフの、キーポイントになるんじゃないかなと思うんだよね。はい、もう変電所まで、あとわずかです。前方に送電線が見えますけど、もうこれが変電所直前の終点直前の鉄塔だね。じゃあ早速行ってみよう。この変電所の付近ってさ、こう何もなくなってさ、なんかこうすごくこうなんていうの、物々しい雰囲気になるのがこれが好きなんだよね。だんだんこう住宅地もなくなって、なんかあるとするならなんかね、これちょっとこう工場だとか、わけのわかんない敷地だけになっていく。でこうだんだんこう鉄塔がだけが見えてくるね。あ、もう近づいてきたね。おお、ほほほほほ、いいですね。低い。どっかこれ車止めるとこあるかな。なんかいいスポット。わあ。あ、この右手側、これが新野田変電所ですね。ちょっと一旦ここ止まれるかな。ちょっと今ね、車から出て、周囲のね、景色を確認したいと思います。外はね、風が強いからあんまりこう話はできないと思うんだけどね。あ、やっぱりこう長いね、敷地がずっと続いてますね。道路を挟んで、鉄塔があります。ここの鉄塔が、これが独特だね。ここね。なんか変なサイレンが鳴ってる。なんだろう。あそこにマイクロ電磁波のアンテナがちょこっと見えます。こんなドン付きのところに来ちゃいました。こっから先はちょっと行けないみたいだけど、まあただここはそこそこいい景色が拝めますね。ちょっと出てみようか。よいしょ。ここにさ、すごい可愛い鉄塔があるんだよね。こっちからこう引っ張られてきて、ここにね、これですね、ちっちゃい、すごい。これ上にあるのが、東京東線ですね。うちの目の前にある鉄塔だ。その下になんかくぐるように、東京東線をくぐるように低い送電線があるね。この東京東線はブーッと来て、こっちに、この変電施設内にね、
入ってるわけだね。確かに大きいのはわかるんだけど、間近に行くチャンスがないんだよな。東京東線の終点近くの鉄塔だと思うんですけど、ものすごい電線が低いんですよ。やっぱりこんなに低い、位置にですね電線が張ってあるのはめったに見れないかなと思います。動画だとね、そんな低いのって思うかもしれないけど、これ肉眼で見るとね本当に低いんですよ、ね、これで何27万ボルトぐらいあるわけでしょ。ちょっと怖いよね。向こう側が変電所ですね。いやー、さっきも言ったけど、あのね、確かにねすごい規模なんだよ。なんだけど、あの周囲のね、なんていうか、防御がものすごく堅固で、近くまでにこう立ち寄れない、そういう環境なんですね。なんでちょっと残念かな。もっとこう、内側にですね内部まで入っていきたかったんですけど、変電所ってさ見学とかできないのかね。なんか電話したらできるとかそんなことないかな。一応ここが入り口らしいけど、まあ当然一般人は入れません。ただね、隙間からものすごい大きい、機械が見えるので、ちょっとそれを見に行こうと。あ、すごい音がブーンって鳴ってるよ。係員以外は入っちゃダメですね。変電設備、世界一の変電設備です。東京電力パワーグリッド株式会社新野田変電所。いや、結構難易度高いね、新野田変電所。いや、新野田変電所が難易度高いっていうか、野田がちょっと深いわ。思ったように内部に入っていけないし、なんか、あ、この道入ったら中行けるかなと思うと、変ななんかどんつきにはまっちゃったりね、なんか怪しい、あの、なんだ、産業廃棄物の処理をするようなところについちゃったりとか、なかなか一筋縄ではいかないですね。まあでもなんかこうすごく夏の寂れた雰囲気を堪能できました。周りはこんな感じ。
この新野田変電所、まあずっと言ってるんだけど、あの世界一の変電所っていうことでですね、あのググってこの口コミ、変電所に口コミなんてあんのかよって思ったんだけど、これあるんだよね。面白いんだよこれ。その中のですね、この人の、コメントがまた面白いです。日本最大の変電所であり、高圧送電線日本代表が集結している。この地は巨大な高圧送電線のオーラで覆われている。高圧送電線恐怖症や巨像恐怖症の人は足を踏み入れない方が身のためである。深刻なトラウマになる危険性や失神の危険性が極大であると。なかなかね、面白いコメントをしている人でですね、絶対ね、これ、私も同じようなこう心境なんですよ。あの好きなんだけど嫌いで、この人絶対ね好きなんだよね。でね、この方なんですけど、これあのこんなこと言っておきながら、他にもねいっぱい変電所に行ってんだよね。この高圧電線恐怖症の人は間違いなく近寄らない方がいいです。関東でも5本の指に入るほどの巨大な送電線群は見るものを圧倒しますとか言ってて、なんか好きなのか嫌いなのかわからない。で、星は必ず変電所は1になっているっていうね、あの面白い人を発見しました。